スマホカメラ、Vivo X100 ウルトラの、専用の、カメラキット届きました。こうかスモールリグなんですね。スモールリグが、出してます。専用で出してるんですけど、メルカリで新品が直輸入で、来ました、これがカメラの、ケースになってるわけですね、そしてこれがグリップ部分になります。さらにこれはフィルターになります。フィルターアダプターっていうのかな。それでとりあえずまずこのカメラ、入れてみたいと思います。ピタッと入んないな。入った。バッチリぴったり入りました。こんな感じになります。この色が思ったより落ち着いた色ですね。もっと赤みっぽい色かと思ったら落ち着いた、ブラウンっていう感じになります。そしてこれちなみにフィルターなんて言ったらいいんだかな、フィルターアダプターなんですけど、今はこういう飾り用がついてますけれども、これネジ式になってまして、この付属の、フィルターのマグネチック67ミリマグネチックフィルターアダプターっていうのがありまして、これをつけますとマグネチック式、磁石でくっつくフィルターがつくんですね。私持ってないんです。でそこでですね、本当これがやっぱり一番私欲しかった機能でありまして、今ここに、67ミリ系の、PL フィルター変更フィルターがあります。これが67ですから、これは つかないんですけれども、ところがこれをこう逆さまにしてですね、ここにこうはめ込んでやるとなんとかつくんですね。それで変更ですから、これをぐるぐる回してやると変わっていくわけですけど、でもなんとなくこれが不安定、安心できないっていう方のためには、これがステップダウンリングです。どう書いてあるかというと、72を67にするリングなんですけれども、これがですね、これも逆にこうつけてやると、本当にもうこれぴったりしっかりつきます。そこにこの67ミリフィルターがこうやってやると、このように確実に装着されるわけですね。PL フィルター、これ私欲しかった機能っていうか、こういう丸型の形状の中にレンズが、この場合は3つ入ってますけれども、これにフィルターをやっぱかけたいっていう、特に PL をかけたい、あと ND をかけたい、ND もあるんですけど、可変 ND フィルターあるんですけど、67ミリがいろいろ使えるっていうことで、これしっかりしてまして、落ちることはない。しかもちょっとしたカメラ舐めじゃないですか。それでいよいよ出てくるこのグリップですね。
分かりますでしょうか。こういう形になってますね。これこのネジが切ったんで、これ三脚につけられる、これがやっぱいいとこですね。ここら辺が、うん、なるほど。この操作感は安っぽいというけど、確かに安っぽいですまあしゃあないねでしょう。でこれをこのままこう、ほう、あれへえ、これあれ、ここに刺すんじゃないんだ。うん、なんでもう装着しまして、それでこれをロックしてやる。ロックはどっち、これかな、うん、これをこうロックレバーありますから、ロックしてやると抜けないということですね。説明書みたいのはついてないですよね。説明書のようなのは全然ついてない、入ってないみたいですから、これあのシャッターボタン長押しでこれあのつきましたから、多分 Bluetooth で接続するんでしょうか。お、こんな出て接続わかりますか。うん、これで接続されたのかな。で、ああこっちがあれか、これがですね、あの露出調整ですね。これをあのレバーすると露出調整になります。シャッターが効かない。なんでスタートストップが、まああの試してみますけれども、まあ、とりあえずこういう形であのちょっとしたカメラ、になったわけですけれども、グリップの具合はとてもいいです。このちょうど親指がここに来ますし、すごい持ちやすい感じにはなってます。ただこのあのあれがないんで、あのストラップつけるあの穴がね、あのなんか別の YouTube で見た時はどっかにあったんだけど、これはないんで、ここで、三脚のところでこうストラップつけるかしかないですね。あとこの USB-C、 これはこの中のその Bluetooth のための充電のためだけなのかもしれないんで、これもちょっとまあ後で、カメラキットの、使い方ですけれども、今までの段階で分かった範囲ですけれども、とりあえずやってみたいと思います。まずこの、何もない状態からは、このシャッターボタンを直して、このグリップの Bluetooth を起動させます。あ、2段ですね。シャッターボタン2段になってますね。起動させます。このチカチカが止まると起動されてるはずです。それでそこからですね、接続が、どうなるのかな、ちょっとまた、ちょっと長押ししてみます。そうするとカメラが起動して、接続、スマホと接続されるわけですね。これであのスマホと、このグリップが Bluetooth で接続されたはずです。そして次がですね、ちょっとよくわかんないのは、シャッターボタンを1回押すと、このようにあの何だ、あ、これもいいんだよね。
スナップモードっていうのは起動するんですね。これが設定がちょっとできなくて、他の私は本当は動画を使いたいわけなんですけれども、このいつもスナップモードになっちゃうんですね。まあまた消してやりますけど、一回じゃなくてこれを長押しすると、普通の長押しだとスマホの起動か、2回押しは、あ、やっぱ同じですね。このどうもよくわかんないですね。まあしょうがないですね。まあ1回押しでも、あれスマホだわかんない、2回押してこれ、じゃあ一応戻すしかないのかな。そうすると普通の、写真や動画モードになるわけですけれども、私は動画なんで動画にします。それでシャッターを押すと、まあ録画されますね。あ、されないや、あ、深く押さないとあれなんです。このシャッター2段になってまして、1段は露出とフォーカスの固定になってます。それでまた止めます。フォーカス固定ちょっと軽くやるとですね、フォーカスと露出の固定なんですけれども、この段階でまあ録画中でもいいんですけど、これがズームですね、レバー、ズームレバー、このような感じで今 9.9 倍ですか、戻ります。このような感じでズームです。そして、これがですね、露出ですね、暗くなったり明るくなったり押せていきます。もちろんこれは録画中でも調節できるわけですね。録画中でも、露出、ズームと露出補正はできるわけです。まあここら辺がいいところって言いましょうかね、と思ってますけれども、で見て、でこれBluetooth ですから、基本的にこの実は、塞がっちゃって USB 塞がっちゃってたりして、動画の場合、じゃあどうやって、マイクつけるかっていうと、まあ Bluetooth でマイクつければいいということなんですけれどもね。まああともう一つ面白いのは、これ本当にこれあれ、よっ、これ撮って、よっ、これリモコンとして使えるんですよね。あれ？おかしいな。そうそうそう、このリモコンとして使えるんですよ。だからこのスマホ三脚の方をつけといて、こっちの方でなんて言いましょうか、田んぼの方にこれ持ってやれば、ズームとかが使えるということですね。あともちろんこのスタートストップもこっちの方で使えます。そんな感じですかね。そうするとまあこちらにUSB で外部マイクをつけたりもできるはずですね。そんな感じですから、よっ、でロックしとかないといけないです。でこれはまあ三脚穴、そしてこれは基本的にあれです、この
グリップ部分が、Bluetooth のリモコンですから、これの中の充電のためだと思います。そんな感じですね。あとはまあ、ストラップつけるときはもうこの三脚カナを利用してストラップつける、ということなのかな。あとはその、動画の場合はその外部のマイクをつけたいところなんですけれども、これは別に、つけるものを、アダプターを別にかまさないといけないのかなっていう、ちょっとそれ残念ですね。ここら辺にくっつけたろうかな、なんだっけ。アクセサリー シューを接着でくっつけちゃってもいいでしょうけどね。そうするとこう、ここにこうマイクをつけることができて、Bluetooth でこう、録画もできるようになるかもしれません。まあそこら辺は、いろいろとこれから考えていけばいいと思います。以上で、で、これを消すときは、まあ普通にこうやるしかないのかな。でも本当よくわかんないとこがありますね。これ2回で、ボリュームボタンを2つ押してカメラ起動します。あとは、こっちで、動かした方がいいのかな？ねえ、わかんないな。なんかこう、この最初の起動画面がね、これじゃなくて、任意の、動画とかね、設定で起動してくれるといいんですけど、残念ながらしないですね。消すのはもうこれと消すしかないのかな。というような感じですね。どういうふうにこれから。まあ、思ったよりは、まあ、グリップが、まあ、いいのと、あとこの、まあ、フィルターがいろいろ付けられるということですかね。あとこの操作。すごい、これ自体すごいこう、安っぽいんですけどね。チャカチャカしてね。あとこれも2段シャッターになってますけれどもね、すごい安っぽい。この音がわかりますでしょ。でもまあズームと露出がここで調節でき、スタートスタップもここで、人差し指と親指でいろいろ調節できるっていうのはいいと思いますけどね。ということでした。